広島園、高市寺等火山大祭の山陽大古岡さ山は、広島県広島市中区三河町にある日蓮宗の寺院、福祉山寺前院園、高市寺のこと。または、毎年6月に行われる、同寺院の総鎮守である稲荷大名神の祭礼。旧本山は、京都倉間口明覚寺。電子放園。窓か高市寺は1619年、朝野長明が、そう、 事前に非音商人を解散に招平して創建した。寺の別名であり、毎年行われる夏祭りの名称でもある、東家さんとは、当時の鎮守であり、法華行を守護するとされる稲荷大明神のことで、稲荷を東家と音読みしたのがその語源である。窓か隆史寺が混流されたのと同時に、非音により、稲荷大明神が誕生され、その心力により広島城の守りは有に及ばず、 城下庶民へのくどく救いせは安寧と繁栄をもたらしたと伝えられている。戦時下でも東火山大祭は開かれたが、1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下により全開消失。1946年再興された。この年も東火山大祭の神事は続けられ、祭りの歴史が途切れることはなかった。 広島市中区三河町の10日産の祭礼が毎年6月の第1金曜日から3日間行われる。中央通りが歩行者天国となり一帯で露天が繰り広げられる。参拝者は3日間で約8万人、中央通り一帯の人では約45万人に上る。広島ではこの祭りをその年の浴衣の木染めの日としており、夏の訪れを告げる風物詩である。 古紙神社の古紙校、住吉神社の住吉祭と並び、広島三大祭りの一つ。1954年までは旧暦の単語の節句に行われていたが、1955年は旧暦の単語の節句が新暦の6月10日頃となり、10日を10日にかけ、この年より毎年新暦の6月9日、10日に行われるようになった。10日が、 呂家さんの語源というに施設はここから来ており、語源はあくまでも稲荷が正しい。1961年からは6月8日、9日、10日の3日間行われるようになった。1998年からは毎年6月第1金曜日からの3日間の開催となった。江戸時代初期より戦の勝利祈願のため勝負を勝負にかけ、 毎年の単語の節句に大祭が行われてきた歴史があり、今日でもの下に、原活儀の勝負を置いたり、勝負湯と称して、風呂に入れるなどの風習がある。広島県広島市中区三河町8-12、ありがとうございます。